先月上旬、朝9時。大阪市内のホテルであるイベントの準備が進んでいましたずらりと並ぶのは1億円超えのピンクサファイアのジュエリーや航空輸入車2870万円。この非日常の空間に入れるのは外商顧客と呼ばれる百貨店の特別な客だけ。 こちらが会場になっております百貨店の中で買っていただくのもすごく楽しいんですけれどもこうやってホテルに来ていただいてちょっと非日常感がある中であのお買い物を楽しんでいただくっていうのも一つ大きい楽しみなのかなと思います、はい、大丸心斎橋店の外商員久場力さん新卒の社員として30年ぶりに外商に配属された3年目の若手です こちらはですね、もう普段店頭には並ばないようなハイジュエリーでして。あのカンヌ映画祭で女優さんなんか、などがあの、つけ照らした作品になっております。価格はだいたいこちらに載っているんですか。数千万円。2> 第二営業久場さん、第二営業久場さん、受付までお越しください。期待の外商マン。その仕事ぶりに密着です。すみません、そうしたら、ちょっとお客様来られたので、はい。じゃあ、失礼します。 します大丸松坂屋百貨店のお得意様ゴールドカード購入歴や年収などの条件を総合的に満たす選ばれた人が外商サービスを利用できます百貨店業界はオンラインショッピングの台頭もあって先細りが課題ですそんな中 富裕層中心のお得意様に対する特別なおもてなし外商には改めて重きが置かれているそうです外商員が働くフロアにお邪魔すると知識と信頼人間関係が武器のベテラン揃いの職場でしたダントツで若い久場さんには 新たな風を吹かせてほしいと期待が寄せられています商売の仕方も個人の経験論だけではなく顧客の購入履歴などのデータを分析し客観的な視点で商談計画を立てています入ってすぐ言われたのがそのあの 普通の方とゼロが2つ違うっていう話で僕らが1万円使う感覚でお客様百100万円使うからっていうそのやっぱり金,金額の大きさには驚きましたねまあでも金てかやりたい仕事だったのであの、まあ、周りに助けてもらいながら頑張ろうと思って3年目の若手久場さんの武器はフットワークの軽さですこの日は 車で顧客の自宅へ向かいました。はい、あ、こんにちは、大丸外相の久間でございます。どうぞ失礼いたします。ただ、商品の提案に来た。というわけではないようです。これと、あの、今の分なんですけれども。はい、かしこまりました。はい。 させていただきますはい、はいはい、以前大丸で購入してもらった2枚のペルシャ絨毯を回収専用のクリーニングに出すのですアフターケアも外傷の大切な仕事祖父の代から外傷を使っているというこちらの顧客は久場さんの誠実さを信頼しているようです 頑張ってくれてるよ。あのよくしてもらってると思います。わからないことはちゃんと聞いてくれるので、はい、ね、これは何でしょうってね。<laughs> 分からないことだらですけどね。<laughs> 本当にまだまだ。なんか付き合えば付き合うほど可愛らしい人ですし、す孫的な感覚ですね。その3日後、家族ぐるみの付き合いをしている顧客が来店することになりました。 以前、夫の誕生日プレゼントを探していると相談を受け時間をかけて探し集めた商品を外商専用の応接室に準備しました今日お店する商品がこちらになっておりますこちらピンブローチでございましてあんまり悪目立ちしすぎるものは嫌ででもダイヤが入っているようなちょっとあのきらびやかなものがお好きということで。 なのでそういったお好みになるべく近いようなもので集めさせていただいておりますいよいよ顧客がやってきました久場さんが選んだピンブローチはお眼鏡にかなうのでしょうか、うん、パッと見た感じ多分もう久場さん分かってるでしょう。僕は多分これからと思うんですそうバッチリこれそうですよね これまた可愛いねやっぱりもう趣味分かってくれるよね <laughs> サファイアとダイヤモンドのピンブローチが顧客の目に留まりました実際に久場さんのジャケットにつけてイメージを確認してもらいますこれは何になるのこれ鉢ですので、ね、じゃあいいかもね、はい、そこはねこれラッキーモチーフで、うん 八もそうなの。のえ、あ、本当知らなかった。あ、そうそうなんですよ。へえー。とにかくね、演技、はい、をやっぱりね、勝つのよね。うん、あの仕事をしてると。うん、じゃあそれで一応。一応うん。いろいろな外商員と付き合いがあるこの顧客も久保さんの聞く力は強みだと話します。人の話をちゃんと聞いてる。 うん、だからああってものをあの、ね、提案する時だけじゃなくてその雑談の中にあのいろんなことがそのおうちのねいろんなことが隠されてるから、はいはい、そこをちゃんとピックアップしてしてるっていうところに私はあこの人は伸びるなってて外商マンととしてお得意様にに接することについて。 久保さんはどんな思いを抱いているのでしょうか。あでもやっぱり面白いなあと思います。あの大きい商談いただけた時とかもそうですし、あのまあ金額にかかわらずお客様が僕を頼ってきてくださるところがまず嬉しいですね。今外相も少しずつ変わり始めています。この日の勉強会では。 バンクシーなどの現代アートを学びました単価が高く若い富裕層にも人気で外商でも新たな取り組みとして扱われていますそしてアート祭事の日会期中の動員組数が500組1億6000万の 目標を掲げて挑んでおりますけれども、初日からお客様の来場は非常にまあ順調です。今日は数2日間よろしくお願いします。以上でございます。お願いします。解散。会場には若い顧客の姿も目立ちました。さまざまな現代アートを並べ、それぞれの作品の良さを伝えながら販売するのは久保さんにとっても新鮮な経験です。 ありがとうございます久場さん初めて高額な現代アート作品の制約に至りましたミスターブレインウォッシュのバルーンガールおよそ180万円の作品です一流の外商を目指し久場さんの修行の日々は続きます